これが事件の全貌だよ。今回の事件は大神さんがある人物たちを娯楽室に呼び出したところから始まったんだ。呼び出されたのは葉隠君、深川さん、戸上君の3人。呼び出された3人のうち最初に娯楽室に向かったのは深川さんだった。深川さんは一足先に娯楽室に行き、ある場所に身を潜めたんだ。娯楽室のロッカー、深川さんはその中に隠れたんだよ。そして大神さんが娯楽室に入るところをロッカーの中から見てたんだ。次に娯楽室にやってきたのは葉隠君だった。そこで大神さんに殺されると勘違いした葉隠君は取り乱してしまい、思わず娯楽室にあったモノクマボトルで大神さんを殴りつけてしまったんだ。大神さんを殺してしまったと思い込んだ葉隠君は慌てて偽装工作に取り掛かった。テーブルの上にあった雑誌に大神さんのダイイングメッセージとしてある人物の名前を書いたんだ。深川、つまり深川さんの名前を書くことで彼女に罪をなすりつけようとしたんだよ。だけど当の深川さんはその様子を見てたんだよ、隠れてたロッカーの中からね。深川さんはすぐにロッカーから飛び出し、捏造された雑誌を棚に隠した。だけど彼女はそこでミスを犯してしまったんだ。そのミスっていうのは、彼女は雑誌を棚に戻す際上下逆さまの状態で戻してしまったんだよ。その直後目を覚ました大神さんを目の当たりにした深川さんは、大神さんの出血を見たせいで気絶してしまった。それによって彼女はジェノサイダーショーへと人格交代したんだけど、そこで目を覚ました彼女も血まみれの大神さんを見てやっぱり取り乱してしまった。そして葉隠君と同じように手にしたモノクマボトルで大神さんを殴打したんだ。これが大神さんの頭部に2つの傷があった理由なんだよ。大神さんを殺したと思い込んだ彼女はすぐに証拠隠滅に取り掛かった。自分が割ってしまったモノクマボトルの破片とクイーンのモノクマフィギュアを処分することでね。こうして大神さんは同じ凶器で2回も殴打されることになったわけだけど、でもその2回の殴打の後でも彼女はまだ生きていたんだ。じゃあ大神さんの本当の死因は何だったのか。それは大神さん自身が科学室から持ってきた毒薬だったんだ。彼女は娯楽室を密室にし誰も入れない状態にした上で毒薬を飲み生き絶えたんだ。そしてその死体を僕らが発見した。死体を発見した僕らはドアの窓ガラスを割ることで密室を破ったんだ。でもその時すでに大神さんが自殺したことを知っていた人物がいたんだよ。その人物は娯楽室に落ちていた毒薬の瓶をこっそり持ち出し、そして僕らが見ていない隙にプロテインの容器を代わりに置いたんだ。そうすることで僕らの疑いを自分自身に向けさせようとしたんだよ。今回の学級裁判も間違った結論に導くためにね。そしてそんな偽装工作を行った人物こそ朝比奈さん、君なんだ。これが今回の事件の真実だよ。大神さんは自ら命を絶ったんだ。
朝比奈さんはその事実を隠すために自分が犯人だなんて言ってたんだよね。それが真実だと。だが苗木、どうしてお前が、どうしてお前ごときがそこにたどり着けたんだ。俺がたどり着けなかった真実に。いや、それはまだわからないの。人間は計算や損得だけで動くわけじゃない。だからこそ人間は難しい。あなたはそれを理解していなかった。だから真実にたどり着けなかったのね。言ったでしょ、人の感情というものを軽んじていると。いつか足元を救われる。ほらこら、これでオチがつきましたみたいなムードになってるけどさ、お前だったら忘れてない？まだ投票タイムが終わってないよ。ああ、そうだったわね。本当に忘れてたの？テンション下がるな。でもさ、こういうのってお決まりだからさ、一応やっとかないといけないんだよね。じゃあ、面倒かもしれませんけど、お手元のスイッチを押して投票してください。投票の結果、黒となるのは誰なんでしょうね。その答えは正解なのか不正解なのか、どうなんでしょうね。なんだと？おい、どういうことだ？きねえぞ。何それ。朝比奈よ、あいつらは
で！頼みがあるのだ。え？プロテインを。ということだべ。もちろん。うん。残念。本当だよ。まったくもう。おや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 。ぷっぷっ。それで？しょうがないな。ねえねえ。待てよ。キョボーン。いい加減にして。の通り、我は黒幕の内通者だった。黒幕は我が一族の道場を人質に取ることで我に手先となるよう命じてきたのだ。我の代で滅ぼすわけにはいかぬ。だから我の命に変えてでも守らなければならぬ、そう思っていた。
そして黒幕が我に命じたのは、殺人を犯せという命令だった。だがそこでお主たちと生活を続けていくうちに、朝日奈と生活を続けていくうちに、我の決意は揺らいでいった。我を親友と言ってくれる人物を裏切れない。我は決めたのだ。もう引かぬ、もう媚びぬ、もう顧みぬと我は決心したのだ。お前と戦うと。ぷっぷっぷ。だが皆が我を恨むのも当然だ。すべては我の弱さが招いた結果なのだからな。それがお主たちを裏切ったことへの罪滅ぼし、そう思っていた。事態は我の力だけでは収まらなくなっていた。そしてそれこそが黒幕が我の裏切りを公表した本当の目的だったのだ。だがそれも全ては我の責任。ただし我が殺すのは我自身だ。お主たちにはその価値がある。我の命を懸ける意味がある。お主たちがどう思おうと、我の大事な仲間に他ならないのだからな。え？そんな。そう。でも、朝日奈よ、最後に謝らせてくれ。我らは憎しみ合う敵同士などではなく、協力すべき仲間同士なのだということをな、朝日奈よ。お主は何としてでも生き延びてくれ。仲間と共に生き延びるんだ。必ず生き延びるんだ。しょうがないな。おちょう。ダハハハハハ。プププププ。残念。プププププ。
아니야, 아니야. そうだな。 なあだ。 何さ、 何なのさ。 いらいら。 ほら。 当然だ。何度も言わせるな。なんと。決まりだ。 どういうことだべ？ お前らお仕置きしちゃうよ。 あららららら。 違うよ。 えへん。 聞いてよ。 行きましょう。お仕置きタイム。 どうしたの？ やはりね。 どういうことだ？ うん。 ふぅ。
あのね。僕もみんなの役に。プププププ。いいね。ドキドキ。じゃあ、そうそう。え？うん。え？プププププ。もじもじ。朝日奈よ。はあ、残念。なあ。うぷぷぷ。お前ら。何？あれあれ？うん？あなたは？ドキ。ねえ。おう。ゲイドよ。なんだ。ふん。ありえん。
再放送です。午後10時になりました。ただいまより夜時間になります。まもなく食堂はドアをロックされますので、立ち入り禁止となります。ではでは、いい夢を。おやすみなさい。キレギリさん。そうよ。キレギリさん。だからそうよ。そっか。キレギリさんか。そうね。ねえ、そう、ナイヒ君。それは。じゃあね。行きましょうか。ちょっと。じゃあね。じゃあね。戦場ムクロ。戦場ムクロ。この学園に潜む16人目の高校生。超高校級の絶望と呼ばれる女子高校生。戦場ムクロに気をつけて。